どうも、オーク隊の万事。あこれ、会うたびに言わないといけないの経験値をもらえたのじゃあ、訓練室で実践と行こうか。君に認められたってことじゃあ、素直に受け取っておこうかな。これからも限界に挑戦し続けるよ。 もう何もできないのはごめんだ。早く任務をこなせば残りの時間を休憩に。え新しい規則で定められた時間以外の休憩は不可ねえ、僕にだけ厳しすぎない装備チェックは戦闘前の大切な工程だよ。誰もが念入りにやることさ。敵の全滅。 はぁ、はぁ、はぁ、指示はそれだけ体調になったら、いろんなことに配慮しないといけないよね。だよね。エネルギー最大出力モード終了。ああ、報告書が残ってたっけ。エネルギー最小出力モードに行こう。うん。 考え事をしてるだけだよ。この前の作戦について今アサルトパックを整理してるんだ。その話はまた後で。人間関係、名誉、利益。それって絶対配慮しないといけないこと君と訓練してる時だけは真面目それ、隊長が言ったの まあ、否定はしないけど。カムイやカムと会ったばかりだからかな。君といるのに落ち着かない。もう少しこのままでいてくれる戦場でのアドバイスうーん。医療班を甘く見ないこと。これまでいろんな人が道を示してくれた。 彼らは失敗したかもしれないけど、僕はその道を歩むつもりだよ。時間や人は違えど、その先には別の可能性があるって信じているから。なんてね。<laughs> そうだこのアルコール入りミントキャンディ食べる 地球を取り返してパニシングに勝つ、ね。構造体に改造される前は、ただその日が訪れるのを待っていただろうけど、今は、目の前で起こることを黙って見過ごすつもりはないよ。先手を打たないとね。芸術協会ああ。 僕の筆跡に興味が湧いたとかで誘われたけど、断ったよ。なんでって、芸術協会じゃなくて睡眠協会なら考えたよ。あればの話だけどね。髪が伸びたって視界は良好。んクマを隠すためじゃないよ。 最近はア夢クムも見てないし。これは考え事のせいかな。新しい機体にはさ、医療装置を残してほしい。両手を自動消毒で無菌状態を維持するとかね。言っておくけど、 君が汚いからじゃなくって、君の方が僕を嫌がるかもって。あ、考えすぎか。幼い頃、暗闇が怖くて、見捨てられるのが怖くて、誰かの機嫌を取るために自分の意に反する行動をしたこと、あるでしょ でも今は、そんなことをしなくてもみんなが後ろで支えてくれてること、ちゃんとわかってるよ。求められれば必ず応じる願望カード君も集めてるのなんで君の願いなら、そんなものなくても必ず叶えてあげるよ。夢でも現実でも僕のことが頭から離れないうーん じゃあ、離れることがないようにもっと近づいてみようか。傷口、よく見せて。うん。いい感じ。まだ痛むかい <laughs> 今のは、ただの気休めだけどね。これからはもっと自分を、大切にしてあげて、はあはあ。ああ。スケジュール表のマークがついていないところは僕の休憩時間だから、いなくても探さないでね。 誰かの行動をじっと観察するのも面白いね。なんでそんなに遠くにいるのもっとこっちにおいでよ。以前と比べて真面目になった僕が誰かとこんなに親しくなるのは、久しぶりかも。大丈夫だよ。どれだけ騒がしくても眠れるから、このくらい全然平気。 それに君がいるから認識表うん戦場はいつも残酷だからね目立つところにつけてるんだわかったこの話はもうおしまいそんなことは決して起きないよ約束する 先のことなんて考えてないよ。疲れるだけだし。それよりも、目の前にいる人を大切にしたい。はぁ、あ。なんか嫌な予感がする。どう答えるべきか、よく考えないとね。どれだけ送られても、君の願いは叶えてあげられないよ。まあ。 お返しくらいなら用意するけど。ねえ、金の斧の話は知ってるお返しは何がいいえ、それって朝早くから並ばないとダメなやつじゃないのうーん。絶対にそれがいいなら別にいいけど。プレゼントとは別に。 果たされていない約束が一つあるよね。昔、医者たちの白衣のポケットにこっそりプレゼントを入れてくる子がいたんだ。僕のポケットにもカエルのおもちゃがぎっしり詰められてたよ。だから、プレゼントって聞くと少し身構えるんだけど、君は別。君がくれたものはちゃんと保管してるよ。信じられない なら、僕の休憩室に来る僕の意識会に入って、直接僕の気持ちを確かめてよ。えもう知ってる返品僕のお返しを今更却下。このお返しは、片道切符。 スリープモード起動。指示がないなら休ませてもらうよ。こちらバンジー。うん。うん。了解。ふぅ、任務か。その前に誰かさんを起こさないと。医学部を出て、軍医として戦場にも行った。これまで君に見せてきたのは、僕が学んだ医学のほんの一部だよ。 疲れ果てた君を瞬時に眠らせる方法も、即回復させる方法も知ってる。どっちか試してみるどこの誰が仕事をサボっているのかなうーん。監視システム。通信システム。みんなちゃんと仕事してるね。誰だろう ああ。君だったの指揮官。真面目に仕事しなよ。この一瞬を永遠にしよう。たとえ世界が朽ち果てても、静かな場所で君と座って過ごす日々も。<laughs> その前にやらないといけないことが山積みだよ。ま、 君と一緒なら現実に集中するのも悪くないかもね。人間が耐えられるストレスには限界があるんだ。今の君に必要なのは休息。聞こえてる今すぐ。今日のことは今日中にって言うけど、終わらせたら終わらせてで仕事が増えていく。 もうやめた今日は休もう、はあ、スター・オブ・ライフの知り合いとはしばらく会ってないんだけど、君といると近いうちに会えそうな気がするよ。はい、四回目。んこの三十分の間に君がしたあくびの回数だよ。救命装置は持ち歩いてるけど、君には使いたくないな。 夜更かしはダメ。子供でもわかるよ。はい。アメちゃん。今日もお疲れ。食べたら休んで。あとはやっておく。指揮官補佐にされちゃったよ。別に嫌ってわけじゃないけど。また仕事じゃあ、僕も手伝うよ。ちょっと休むよ。 ああ、一部だけど、君の仕事は終わらせておいたから、何があっても起こさないでね。今日も時間通り、指揮官は真面目だね。夢はいいことばかりじゃない。現実もそうだけど、ここは悪くないよ。睡眠データに異常 ああ。悪夢じゃないよ。途中で緊急召集があっただけ。大丈夫。悪夢はもう消えたから。習慣って、いろんな意味を含んでいると思わない例えば、僕は君と毎日ここで会うことを当たり前のように思ってる。だけどその当たり前という感情は、 習慣だからという理由だけでは説明できないと思うんだ。君がくれた真実を僕は大切にするよ。うわあああうん うんお帰り。君がいない間も、サボってなんかいないよ。僕の分は終わったから、君の分もやっておいたよ。確認するの、これは熟睡できる方法か何か僕のバランスシステムは、この程度じゃ、 と、これ以上続けるなら、あの手段を使わないと。新機体になったんだから、それ相応の振る舞いを、って、隊長に言われたんだけど、これは僕じゃなくて、君に言うべきじゃないちょ、やめス、ストップ ずっと揺らしていれば、何か出てくると思ってるのアちゃん出てきた。あげる。ほら。もう何も出てこないからね。揺らしても無駄だよ。まあ、好奇心旺盛なのは悪いことじゃないけど。はい、ストップ。髪がボサボサになるからやめて。 体術の訓練がしたいのはぁ。僕の期待に興味あるの認識表、戦術ベルト、バッグ。どれが気になる見せてあげるよ。これ全部。今日はいつもより元気だね。その体力を睡眠に使えばいいのに。はぁ。 幾千の道筋、歩むのは、激殺のみ弱点、見つけたよ。状況を把握できてるかなこれが僕の選択だ。逃げも隠れも、させないよ。ぐ、<laughs> まだ、いける。大丈夫、自己修復を試みるよ。やっぱり僕は。 無力なんだ。撃殺目標を確認。後ろは僕に任せて。行こう。屍を越えて、もっと遠くへ。